ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911カレラ2、1990年式、走行距離5万3000キロ、こちらの車両になります。はい、すごいのがやってまいりました。お化けいきました。お化け、なかなか964ご紹介する機会がないですけども、はい、その貴重な機会にこのバリバリの改造車を紹介するということで、で、はい、5万3000キロっていうふうにご紹介させていただいたんですけども、はい、距離はまあ合ってると思うんですけども、年式が年式、はい、もう30年以上の前のお車ですから、そうですね、はい、まあ、状態に関しては、まあ、基本現状ということで、はい、まあ、0から10まで全部僕らも分かってるわけではないですし、はい、今この状態でご紹介させていただいて、まあ、乗るにはそれなりの覚悟がまあ必要かなと、はい、いつも後年式の新車保証残ってる車なんかご紹介させていただく機会が多いと思うんですけども、うん、当然保証だったりも新車保証ももちろんないですし、いろんなこう気合を持って付き合ってくる車になると思うんですけども、はい、ただやっぱり替えがないんで、うん、もう気持ち次第でもずっと付き合っていける車だと思うんですよね。そうですね、まあ、別にこう、はい、まあ、964もちろんオリジナルコンディションってもう数少ないですし、どんどん市場価値やっぱりオリジナルの状態に個体ほど上がってているんですけども、例えばこういじり物とかでも決してこう大幅に下がるような感じは多分、まあ、ないんじゃないかなと思っているので、まあ、そういった部分でも、まあ、ちょっと趣味性は強いですけども、1台こういうのが欲しいって方にはぜひ、まあ、現車見てここに検討いただけたらいいかなと思ってます。おそらく未だに人気ですから964を探しているよという方も多いですし、はい、そういった方に向けて、まあ、この個体の現状をお届けしたいと思います、はい、でまずこれボディカラーなんですけどもこれオールペンしてあるオールペンです、ね、はい、でグレーのこれソリッドですよね。はい、ソリッドのグレーですね。に塗ってあると。で塗ってからちょっと時間経ってるのか、うん、または少し走ってるのか、状態はめちゃくちゃいいとは言えないんですけども、うん、まあ、割と綺麗に塗ってあるかなと。はい、で元色が分かんないぐらいになってますよね。うん、そうですね、基本的には結構細かい部分まで塗られているので、はい、でこれ元色が黒のメタリック、はい、みたいですね。コーションプレート見るとっていうことなんですけども、うん、今回全部このグレーに塗ってあるんで、はい、かなり非常に全体的なまとまりとしては良くなってるかな、うん、そしてあとはこのバンパー、うん、これがなんと車外のバンパーが付いているということで、はい、聞いたらこれがサンバーストっていう。そうです、まあ、バンパー含め、まあ、ワイドボディキットですよね、はい、超ワイドになってますよね。めちゃくちゃワイドですよねということでこれ前は何かのオマージュなんですか、はい、多分、サンバーストさんの、ホームページ見ると RSR タイプバンパーってことなので、まあ、RSR をイメージしたワイドボディキットになっているのかなと思います。ということでワイドバンパーごとこのワイドになっていると、はい、そしてリップもこれ別のものが何かついてる。そうですね、リップも後付けで、まあ、ロットでしっかりこう補強されてますけども、はい、リップがカーボンのタイプがついてますね。でこれサンバーストさんって結構世界的になんか有名なワイドボディのポルシェのメーカーみたいですね、うん、はい、なんか数年前にはセマショーにもなんか組んだ車が展示されてたぐらいこう世界的にこうファンがいる。岐阜に会社あるっすよねみたいですね、はいはい、日本のメーカーなんですけども、うん、そちらのエアロパーツがついてる、はいはい、そしてあとはケンフックなんかもちょっと出てたりだとか、はい、あとは全体的なシルエットがやっぱり964めちゃめちゃいいなということで、うん、もうどしっと立ってるヘッドライトと、あ、そうですね、でワイドになっててもこのちっちゃいボディと、はいはい、ここはやっぱり変えがたい、はい、他に変えるものがない車になってくるかな。 はい、そして早速足回りいっていいですか。はい、足元もしっかりこのワイドボディに合わせてカスタマイズしてあるってこと で、はい、これはワークのホイールですかね。ワークのマイスターですね。ただこのリム幅多分これ特注なんじゃないかなっていう。あ、なるほど、こんな深リムなかなかないと思うので、信じられないぐらいの深リムになっております。おそらくマイナスオフセットって、ね、そうなんですよ、マイナスオフセットだと思いますね。でこれワイドってどんくらいワイドになってるんですか。実寸というか入庫してすぐリアの車幅をメジャーで測ったんですよ。だいたいちょうど2メーターぐらいあるんですよ。はあ、で車検証上多分964ってノーマルだと車幅1666とかなので片側200ミリぐらいずつ、うん、なってるということで、この深リムホイール、はい、そしてもう王道のゴーンスポークということで、はい、なんかもうサーキット走る964定番のなんか足回りな感じですけども、はい、そしてタイヤの方は横浜の S ドライブですかね。 S ドライブかアドバンスポーツ、失礼しました、アドバンスポーツ、はい、サイズの方がこれいくつになるんですか。フロントは265の3019ということで、うん、標準がこれ16インチなんですよね964カレラ2って、はい、純正が205なんで、うん、もうググッとサイズアップしてこちらになってると、はい、ただあんまりハードなタイヤじゃないんで、うん、おそらく街乗りメインで、そうですね、まあ、時々サーキットぐらいの使い方のタイヤなのかなと、うん、はい、そしてブレーキの方もアップグレードされてて2ピースのスリットローターになってますけども、はい、
なんかこれ聞いたらキャリパーも変わってるんじゃないかと。キャリパーはまあ変わってはいるんですけど、これブレンボって今あるんですけど、はっきりブレンボ製かがちょっと分からなくて、おそらく形状を見る限り、結構調べたんですけど、多分993の純正流用じゃないかなっていう感じです。おそらくこの辺詳しい方いらっしゃると思いますので、コメント欄で補足のコメントいただけると幸いでございます。はい、でキャリパーも若干大きくなってる感じですかね。はい、キャリパーもそうですね、大きサイズは大きくなってますね。そしてローターはこの2ピースのスリットローターです。はい、そして車高もググッと下がっております。はい、こちらが車高調に交換されているということで、はい、車高調の方がジールの、はい、そうです。ジールってあれですよね、エンドレスの。そうです、輸入車版というか、結構やってる輸入車のショックとか結構やってるのがジールですね。ブレーキでおなじみエンドレスさんの、車高調ブランドがジールということで、こちらになってます。はい、ただあのなんかいろいろセッティングしてあるみたいで、バネが変えてあったりとか。そうです、ちょっと今回、まあ、知ってる方もご存知の方も多いと思うんですけど、入庫してから、まあ、今回また撮影するに至ってちょっと期間が空いてまして、結構しばらく車なかったんです。で入庫した時に、まあ、古い車っていうのもあるので、あのきちっと、まあ、クーレポルシェなんかを専門的にやられてるところで整備に出してまして、その際に、フロントのスプリングを交換してますということで、まあ、完全オリジナル状態ではないんですけども、はい、エンドレスの車高調プラスアルファの足回りがついています。はい、そしてこのフェンダーですよ、はい、すごくないですか。やばいですよね。でここに至ってはもうドアとこの段差が出るんで、大きなダクトがついているということで、はい、でフェンダー自体はこれ FRP 製ですよね。はい、ということでこんな感じのフェンダーになります。これ給油口の位置自体はじゃあスイーツも合ってるんですかね。これ、うん、変わってないはずですね。これノーマルのがそのままついてるので、ちょっとじゃあ確認してみましょう。そしてミラーだったりはこのタイプ、なんかミラーも前期後期でちょっと違ったりとか、はい、車的にはこれ前期になるんですよね。そうです、後期になるとなんかターボミラーになったりとかってことなんですけども、はい、こちらになってると。そしてそのまま後ろに行くと、はい、後ろは信じられないぐらいワイヤーになっております人座れるんじゃないそれ本当にこれぐらい20センチ、はい、多分おそらく僕の手のひら以上にワイヤーになってるんじゃないかなと。 そしてここダクトがついててメッシュになってるんですかね。はい、そしてそれに合わせてサイドスカートもですよね。そうです、サイドも変わってます。もう信じられないくらいのワイドなシルエットになっている、ね、そして後ろもパッツンパッツンですね、ホイール、はい、後ろはもうハムスターが回れるんじゃないかというハムスターどころかなんかモルモットが回れそうなぐらいの超深リムですけれども、でこれがさらにスペーサーも入って履かしてるんです。はい、リアに関しては315ということで、純正が225なんでもうとんでもないサイズアップをしていると、はい、こちらなんです。でリアもブレーキ変わってるんですよね。これ変わってます。はい、でリアに関してはワンピースのプレーンのローターですけども、はい、キャリパーがなんかこれが多分、これも多分です、多分ですけども、いろいろ調べた感じ964この方のフロントキャリパーをリアに移植してるんじゃないかなっていう感じです。なるほど、はい、おそらくいろいろキットも出てますよね、ブレーキキットも。そうそうそうです。はい、この車、まあ、カスタマイズとかそういうメンテナンスパーツももう山ほど出てる車なんで、うんうん、おそらくそうじゃないかなと。そうです。でキャリパー自体もあの見た感じペイントし直されているので、ちょっとはっきりとしたことがちょっとわからないんですけども、形状を見る限りそうじゃないかなっていう感じです。なるほど、はい、であと正直僕が免許取る前の車なんで、はい、もう全然知識がないんでいろいろ調べたんですけど、うん、なんか964以降はもう全然乗り味が違う。でそれがなんか足回りのその構造、あ、はい、セミトレがこれまでなんですよね、うん、でそれ以降の993は違う形状の足回り使ってるんで、うん、まあ、独特の乗り味が楽しめるっていうのがこの964ってことなんで、うん、これこの後乗ってみたいと思います。参考になりますかね、こんだけ。わかんないですオリジナルの状態からもかけ離れてるんで、そうですね、全く参考にならないですけど、まあ、現状こうなってますよっていう感じをお届けできると思いますので、はい、この後乗ってみたいと思います。はい、そして後ろに行くと、後ろもこのダクトがついてても成立しちゃうぐらいのすごいフェンダー、はい、そしてそれがリアバンパーにも全部つながってて、はい、これも全部ですよね。そうです、ガンバーストさんのエアロで。そしてこのウイング、はい、これがもう全部ごっそり交換されてるってことですか。そうです、 FRP の多分このエンジンフード、まあ、GT2 タイプウイングがあのサンバーストさん出てるので、おそらくそれに、マウントを追加してハイマウント追加して、このもういかにもレーシングカーかっていう 3D タイプのウイングがついてる。もうテーブルぐらいのサイズ感ですけど、はい、こちらのタイプ。そして翼端板もこれ同じ FRP ですかね、カーボンですかね。そうですね、はいはい、大型のこの翼端板もついててこの分だけ上がってる。で、はい、ところどころフェンダーなんかもそうですけど、このチタンのボルトになってるんですかね、うん、ちょっとまあおしゃれっていうのもあって、はい、多分チタンボルトが使われてるんだと思います。インテリアなんかでもいろいろ使われてましたけど、うん、はい、一応マフラーも車外のマフラーが入ってるということで、はい、これチタンマフラーが。そうです、リアの方がチタンで、駅前の方はステンレスですね。じゃあごっそり交換してある感じなんですよ、はい、このじゃあ気になる乗った感じと音はこの後確認してみたいと思います。はい、続いて内装も見てみたいと思います。はい、
この外装ですからちゃんと内装との辻褄も合ってるということで、はい、この最高すぎるこのドアの開き方とご覧ください。内装はなんと発展のロールケージが入ってるということで、はい、もうジャングルジムじゃないですか。そうです、サイドまでしっかり入ってます。あの後ろだけじゃなくて前とサイドも入ってるということで、はい、あの乗りづらさはもうめちゃめちゃアップしてますけど、はい、剛性もめちゃくちゃアップしてるんじゃないですか、はい、でこれが全部あのウレタン巻いてあって、はい、まあ、車検とかその辺の関係ですかね、うん、はい、ちゃんとその辺もクリアするようなものになってると。でシートはフルバケ2脚、はい、これフルバケの型分かります？あ、はい、懐かしのレカロ SPG。 あ、これ SPG なんだ、やっぱり、はい、SPG2 脚です。あの今ないですよね確か、はい、今モデルチェンジして違う型式になってると思うんで、あの数年前まであった SPG、RSG、TSG の3兄弟ですよね、はい、あの猫背かこう垂直かの、はいはい、いろんな違いがあった、それの一番こう立ってるタイプの、はいはい、こちらのレカロが入っております、うん、そしてあとはフロアに関してはこれカーペット全部剥がしてある。剥がしてあります。もう前から後ろもですね、これ前も後ろも全部剥き出しということで、はい、で運転席、助手席、助手席はないのか、運転席はこの島板鋼板で、あ、そうです、はいはい、フロアが平らにしてあると。で後ろは当然座席もなくなってて、なんと車検証上も2名乗車になっているということで、はい、まあ、フルバケにすると後ろ乗り込めないですからね、はい、自動的にそうなる感じになると思うんですけど、でこれもともと茶色のレザーの内装だった、うん、そうなんですよ、ぽくて一応ダッシュとか、まあ、あの下ダッシュの下のも残ってますし、後席の方の後ろのところもレザーが残ってるんで、おそらくこれがオリジナルのレザーなのかなと思います。張り替えじゃなくおそらく純正で茶色のまま残っていること、うん、そしてステアリングに関してはアルカンターダのモモのステアリング、はい、ディープコンタイプのモモですね、はい、こちらになっております。続いて乗ってみたいと思います、はい、乗ったからってなんだって話じゃないですけど、このいかに乗り込みづらいかを、はい、動画で お届けしたいと思います。これはですねだいぶ乗れないです。かなりこのサイドのバーが高いんで、はい、よいしょってまたがないと乗れないです。ただ入っちゃうともう動けないです。肩のサポートも SPG なんで、うん、もうガチガチです。お尻ももうガチガチです。でレカロシート剛性があるんでもう動けないですこんな感じで。でポジション的にはちょっとだけ調整できるんですよね、はい、前後はいけますし、ですよね、あと高さも、まあ、ボルトをこう要は変えなきゃいけないですけども、自分で調整はできます。で今一番低い状態になってるのかな。で水平にしてあるんで、はい、まあ、ちょっと前だけ上げたりとか後ろだけ上げたりっていう微調整はできると思います、うん、ただフルバケなんでレバーで前後する感じになるんじゃなかろうかと。そしてステアリングはこんな感じでアルカンターラの、正直いきますね、はい、だいぶ使用感ありです、はい、なんでここは変えてもいいのかな、まあ、そうももステ、モモのステアリングっていうのはそんなにしないので、逆に、まあ、お好みのステアリングで変えていただくのもいいかなと思います、はい、あのこれだけの内装なんで外せるやつがいいです、うん、あこれ実は、あ、外せなかった、はい、前あれだったんですよ、入庫時はもう一個ボスが入ってたんですけど近すぎるっていうので一回外しちゃってるんですよ。あ、そっか。なんでそれはまあ好みに応じて、はい、ご相談いただければ。あのディープコーンとかなんかいろいろありますもんね、フラットとか。そうですね、はい、その辺を微調整していただいたり交換してリフレッシュしていただいてもいいのかなと、はい、そしてメーターはこんな感じで、ですね、あさっての方向を向いております。はい、これでも定番ですよね、はいはい、というわけで真下からさらにこっち側に始まる感じに回転させられているタコメーターとこんな感じに、はい、なっております。まあ、多分なんでだろうって方もいらっしゃると思うんであれですけど、はい、タコメーターそれわざと回してこう見つかれて、はい、要はレッドゾーンをあのステアリングとこう被ったりして見えないってことがないように、はい、あえて見やすいところにレッドゾーンを ここに来るようにと。そうですそうです、こっちだと見えないそうですそうです、はい、というわけでこれが回してあるということで、はい、そしてもうこれですよ、鍵だって、はいはい、最高すぎやしませんか。これだって現代においてもここでこう回すっていう作業ですからね。それは変わらないですよね。ポルシェは、はい、はい、そしてナビがなんとこちらの車ついているということで、これが純正の、はい、クラシックナビ、はい、クラシックナビということで、はい、もう見た目があの損なわれてない、はい、あのさすが純正品でございます。ただ画面はめちゃくちゃちっちゃいんで使いやすいか使いにくいかといったらだいぶ使いにくいと思うんですけど、うん、やっぱりここをスタイリング変えちゃいけないと思うんですよ、はい、ということでこれ結構するっすよね、純正しますします、はい、結構値段しますよね。こちらのナビがついてる、これ確かカープレイとかも使えるんじゃなかったですか、はい、このレトロな見た目のまんま、はい、まあ、そういった機能が使えるナビが入ってると。そしてエアコンに関してはこれですよ、はい、あのもはや僕が免許取る前の状態なんで分かりません一応エアコンついてる、はい、はい、こんな感じになってます。あとドリンクホルダー、あ、これ携帯ホルダーか。そうですね、はい、こちらの車は携帯ホルダーが2個、
これちょっと剥がしたいですね。うん、まあなくても全然いいのかな、はい、この辺もご相談いただければ。あとこれはスロコン、それが、はい、フロントリフターがついてまして、はい、まあ、車外の、要は油圧式のリフターがついてるんですけども、それのリモコンになります。あ、なるほど、はい、じゃあこれでリフター操作する感じです、はい、そしてセンターコンソールはこんな感じで、ハザードとロックと、これびっくりマークは、うん、それ集中、集中警告灯、まあ、ポルシェ昔のついてるんですけど、はい、なんでシートベルト外したりとかサイドブレーキかかったりとかなんかあると、あのビックリマークがつくって、はい、なるほど、そんなことすら知りませんでした。そして小物入れと、あとシフトがこんな感じで、シフトに関してはこれも正直聞きますね、はい、あのもうちょっとシャキッとしろよって感じです。見た目が見た目ですからね、はいはい、特にこのサイドのこのこれが隔ってるのか少しこう遊びが大きいです、うん、はい、そしてショートになってないんで、うん、はい、ここちょっとシフトやりたいですね、うん、シフトはまあ、ショートシフトでもいいと思いますし、はい、いずれかちょっとなんかこうリフレッシュするでもいいと思います。でこちらもモモのシフトになってます、はい、これちょっと乗ってみたいと思います。でサイドブレーキはこんな感じで、はいはい、最高です、はい、この音と響き方と、はい、もう今聞けないですかねこの、はい、そして天井はもうピラーこれかぶっちゃってるんで、はいはい、ないですけど、ただあんまり視界をこうそこ寝てないというか、はい、見づらくはなってないかなと、助手席に関しても、はい、いい位置にこのそうですねロールバーロールケージが来てるかなと。そして天井はこのレザーのパンチングの天井になってると、はい、で今回の車ミラーがここから出したんですかね、ロールケージから、うん、そうですね、はい、でかなりワイドな、まあ、見た目もちょっとはい、はい、ありますね、R がついたこのミラーになってるんで、もうここからブラインドまで全部見えちゃう感じの、はい、こちらのミラーと。で元々のミラーもこの後ろに隠れてるんですよね、はい、はい、というわけでこんな感じで、でレーダー探知機とドラレコもついているということで、はい、こんな感じの内装になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、これエンジンルームこれ紹介する必要があるのかどうかって感じなんですけど一応あの新車の状態のスペックでご紹介させていただきます、はい、エンジンの方が水平対向6気筒 3600cc、 馬力の方が250馬力、はい、トルクの方が 31.6 キロということで、うん、ファインチューン的なものがうん、だから一応、まあ、乗ると分かるんですけど、エンジンのレスポンス吹き上がりも良くて、軽量フライホイール、ちょっとメーカーとかが全然分からないですけども、軽量フライホイールが入っているっていう感じですね。あとなんか強化クラッチも入っているということで。そうですね、強化クラッチも入ってます、はい、で元々これドノーマルでももう250馬力出てるかどうかも分からないですし、うん、チューニングしてるとどのぐらい出てるかも定かじゃないのであくまで現状ということでご紹介させていただきたいと思います、はい、で0100の方が 5.7 秒、マックス260キロ、これ30年前で260キロマックスなんですね。そうですね、まあ、早いんだか遅いんだかもう感覚がちょっと麻痺しちゃいますけど、いやポテンシャル高いなと思ったんですよ、まあ、逆に僕は。そうですね、でこれなんか面白いこと書いてるあの雑誌があって、うん、なんと981のスノボクスターと同じ性能らしいです。おお、そう考えるとそうですね、スノボクスターがちょうど0105.7秒ぐらいでマックス261キロかな、うん、2キロかな、うん、それぐらいなんで、なんかそれを両方走らせてどんな違いがあるのかみたいな企画をやってる雑誌があって、あすっごい面白いなと思ったんですけど両方とも乗ったことないんですけど、はい、今回こっちは乗ってみたいと思います、うん、でこれが一応専門店の方で整備されているということ で、はい、一応まあプラグとかもNGK のレーシング8番のプラグ入れてたりとか、まあ、一通りあと、まあ、やっぱ古いので結構機関系をチェックしてもらって、今回戻ってきてるって感じなので、まあ、このままご購入の際は再度点検させていただくんですけども、基本的にはもう整備済みなのでこの車はできる状態になってます。ただ今時の車の整備済みとはもちろん違うん で、はい、パーツによっては30年前のパーツが当然ついてますから、はい、まあ、この辺はご了承いただいてという形になりますけども、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。では続いて、はい、ボンネットのトランクフランク見てみたいと思います、はい、ですね、どこにも行けません、はい、あれ本来はカーペットみたいな、そうです、ふわっとした内側がついてるんで、ね、はい、それがなくなってこちら空いてるところにこのスキッパーのリフターがついてるということ。そうです、これは油圧式のリフターということですかね、はい、油圧式のリフターです。こちらでここが埋まってると、はい、でバッテリーが水彩で、はい、であとはターバーがこのカービングのターバー、はい、アルミのターバーですね。で足回りのアッパー、これ調整見る限りキャンバー全開にしておりますただまあこの足回りなんで、はい、まあ、アラミ調整で、まあ、細かく触っていただくっていうのができるから。あと減衰の方がついてますんで、はい、ここで細かくできると。ちょっと乗る前にこれ減衰の段階を確認してちょっとこの後試乗してみたいと思います。であと給油口が、はい、ここはじゃあ全く触ってないってことなんですかね、うん、給油口はこの感じ触ってないと思いますね。じゃあここからナチュラルにオーバーフェンダーがつながれてるという感じでいいじゃないですか、このベロも、うん、どうなんだろう、でもフェンダーごと変わってるんですかね。給油口はノーマル使ってますけどフェンダーは変わってるかもしれないですね。あ、そうですね、失礼しました、うん、フェンダーごと変わってここ給油口そのまんま多分使ってる、はい、辻褄が合うようになってるということですね、はい、そしてこのベロなんかもついていて、
こんな感じのボンネットと球根になっております。はい、続いて透過類確認してみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、池田隊長、これリフターは今上がってます。上がってる、はい、このリモコンでこれゲージが上がれば上がるってこと。そうですね、はい。ですね、全部正直レビューいきますよ今回、はい、今回も今回はじゃなくて今回も、うん、程度に関しては、はい、なりです。そうですね、年式相応かなと、はい、飛び石結構あるし、うん、塗装の状態も正直めちゃくちゃ良くはないですけど、はい、まあまあこの年式だったらこういう、まあ、年式にしては綺麗な方かな、塗ってあるし、うん、意外とそうですね、まあ、ちゃんと一回いろいろ作り込んでるのでそういった部分では、はい、各部のへたり具合はまあ年式なりかなと、はい、まあ、どっちかというとまあまあ多少綺麗な方かな、うん、あとドア張りなんかはこのカーボンでちょっと内装触れなかったですけど、はい、なってたりとか、はい、感じがします。ここも茶色が良かったな。あ、うん、なんかもうここまで来たらダッシュカーボンとか探したいですけどね。そうですね、これあのおもちゃなんで次買っていただいた方が、はい、わクラッチ重っ、え嘘でしょ、明日ふくらはぎ筋肉痛だと思うので、え俺今壊れてんのかと思ったこれむちゃくちゃ重たいんだけどクラッチがですね、しかもシフあのクラッチのストロークがあんまりない。はい、本当に、はい、頑張ってください。乗れるかな。あーちょっとねクラッチの重さとここのね感覚が合ってない。これあれですね、でも視聴者の方には土屋さんと私と合わせて帰ってくる前何回演奏するかコメントでいただいて。そうだね、先にコメントください行きましょう。でですね、この辺のちょっと待ってください、あの今コメントできるちょっとコンディションじゃなかったです余裕がない。よいしょ、やばい、ハンドルのね戻りがやばい、やばいですよね、指持ってかれるね、はい、うわすげえ、えこれ車じゃないぞもう、振動やばくないですか、エンジンの振動とか、うわこれカートだねそうですね、ステアリングのこのグッて戻される感じがもうカート、うん、うわ乗り心地悪っ悪いけどめちゃ楽しい、これ乗り心地最悪だけど超楽しいです。最悪ですよね。ですね、ギアもまずどこに入ってるのかちょっとよくわかんないはい、これすごいな、本当に旧車だね、本当に旧車です。だから決してこんな見た目ですけど速くないんですよ。あただフィーリングでやっぱり、うん、そういう気分を味わうには十分本当にいいかなっていう。これ楽しいね、楽しいですね。でもステアリングの戻される感じはやばい、これ段差とかでもこうなるんだもんだって。そうですね、だから路面はこれめっちゃこうなんていうの、ダイヤがどこにあるのかすごい分かりやすい、うん、音いいな、音、あそうなんです、めちゃくちゃいい、しかもまあ良くも悪くも内装が剥がされてるじゃないですか、うん、フロア、うん、カーペットとかもで、やっぱ静粛性がどんどん省かれていっちゃってるんで、この空冷の音と振動がもうダイレクトに来るんですよね、全身で体感できる、全身でこれはね全く万人受けしないよほど免疫あるか、はい、よほどこうもう俺行くぜっていう人じゃないと全く進められないです、はい、これ興味本位で買っちゃダメだね、はい、もう絶対後悔する、うん、これでもいいな、もっと来たい、でもこう自分でなんか車も
セッティングしてみたいとか、走行会とかですよ、そういう人には多分いいと思うんですよ。今の車ってもうポンと乗って多分ある程度のタイム出るポテンシャルあるじゃないですか。そうじゃないんで、ちゃんとこの車と対話しながら、そういうのを求めてる方にはちゃんと今日調子いいなとかそうですそうです。だからオーディオついてるけど、だからちゃんとこの音がちゃんとこう楽しめるというか、そうですね、人じゃないと。この砂利の巻き上げですら、レーシングカーとまた違う、なんていうの、本当旧車ね、余計なものが本当に何もついてない。そうですね、ですね、これだけじゃ絶対成立しないもんもう一台も本当に軽自動車でいいから、ね、なんか持ってないとこれだけで生活は、無理です。そうですね、じゃあ964が最後というこのリアのトラクションの独特な感じをちょっといいですか。はい、なんだろうこれ。ですね、音だけめちゃくちゃ速い音でも綺麗ですね、やっぱりすごい乾いた綺麗な音しますね。あとね、ブレーキね、本当にね、これブースターレスになってんじゃねえかっていうぐらい、うん、ブレーキが効かない。あ、ただ結構ペダルタッチ重いじゃないですか、うん、あの踏んだら踏んだだけ効くと思います。あ、まあ、サーキットとか高速になっちゃうと分かんないですけど、街乗りだったら十分効くぐらいはあります。ただ動力を必須、あの、ね、必要とするっていう、そうね、感覚的には本当にあのブースター取っちゃった車みたいなですね、ああいう感じで、2速が、あの、いけるかなと思ったら無理です。結構あるこれすごいな。だから軽量フライホイールもあるんで、あ、そっかそっかそっか、回転低い時って結構つなぎにくいと思いますね。あ、そうね、これブレーキあれだね、奥の方が効くね、はい、手前は効かないあんまり、うん、フェンダーとかやばいっすよ、後ろリアワイド、これすごいね、ミラーから見えるこのさ、ですね無理ですこれだからこれフィーリングをもちろん伝えたくてやっぱ撮ったりするんですけど、うん、ノーマルとの比較はこの車じゃ多分結構難しいですよね、もうここまで来ると。でも仮にノーマルがあったとしても新車みたいなコンディションのでもほぼないわけじゃん、うん、そうですね、当時本当に新車で乗ってた人しかわからない、うんうん、いくら整備されてるって言っても全部がその新品になってる個体ってほぼないわけだから、そうですね、だからなかなかそこは難しいと思う。だから本当に 0km みたいな、直し方されてる車だったら分かんないけど、うん、レストアされて、はい、だプチリフレッシュぐらいだと結局その新車の状態には戻らないわけだから、まあ、それはもうそれで一つの味として、そうですね、うん、これはだからもう一生もんじゃない、うん、本当にそう思います。ちょっと興味本位で手出していいとこじゃないな、じゃないですね、うん、これはですね、これもうちょっとですね、一足めちゃ使ういや、大体さ止まらなかったらさ二足まで何とかなるじゃん、一足めちゃ使う、今の車逆に一足使うことが少ないんじゃないですかね、多分本当に止まって再スタートの時だけじゃん、はい、大体こうトロトロでも2足使えるけど、これね2足使えないそう、あとはだからまあ結構タッチというか、うん、操作このフィーリング硬くなると思うんですけど、うん、やっぱシフトはショートストロークのショートシフトとか入れたいなとは思いますよね。ああ、そうね、うん、ちょっと車の感じとシフトが合ってないな、うん、あとクラッチが重すぎるこれねプルプルしちゃう本当にミートポイントは分かるんだけど、そこにね左足が持ってけない。そうですね、あ、このぐらいで多分ミートポイントなんだろうなって分かるんだけど、うん、左足がそこにキープできないこれ跳ね返されちゃうおお、いやこれむっちゃ楽しいな、刺激強めですよ本当に。メーターのあのウインカーが下を向いてるのはまあご愛嬌ということで、そうです、下か上っていうこれ都内で乗りたいね。いや目立ちますよね、目立つというかもう視線し
か来ないですよ。そうね、いい車乗ってんねって言われそう。加速状態がね、FF でもないのにね、トルクステアみたいになる。こうなる、こうなる。超取られるんですよね。だから、でも、もうさっき土屋さんが言ってたように、カートなんですよ。もうカートだね。抑え込む、ドライバーが抑え込む車。そうね。運転上手くなりそうだから。ああ、そうですね。だから切り込みすぎちゃったりするとダメだし。確かにそういうのを知るっていう意味ではいいかもしれないですね。すげえなこれ。これしかもパワーないじゃないですか。でリアフロントに対してリアもワイドだし、そもそも車体がワイドじゃないですか。あの多分踏み切ってもケツが出る、リアが出るってそうそうないと思うんですよ。ああそうだろうね。タイヤも315なんで。315だよ、はい、純正225から、うん、だから意外と安心して結構攻めていける車なのかもしれない。これはやばいな。すごい。でもなんかね、独特ね、やっぱりこの車が前に出る感覚、うん、そうですね。書いてあるのがあったけど、99さんからやっぱりちょっと足前のあの方式が変わっちゃったから、うん、全然車の挙動が別物っていう、うん、もっと本当安定志向にどんどん行ってた気がしますね。セミトレだからこうアームがこういう動きなんでしょ。ああそうですよね。こういう動きだから、うん、だからそこでキャラクターが全然違うっていう、うん、なるほどなと思って。確かに。いやすげえな。もう今回紹介じゃなくてただの現状報告とリアクション動画ですけど。リアクション動画。そこはご了承いただきたい。はい。だって池田君何年式？そうなんですよ。これこの車90年ですよね。うん、僕92年式ですから。マジ？生まれる前ですよ。やべえ。あの土屋さん免許取る前って言ってましたけど、僕まだ生まれる前です。そっか、はい、すごいね。生まれる前の車をさ紹介して販売するんだよ。いやそうですね。でも感慨深いところありますよね、やっぱこういうのって。ちなみに私1982年式なんで8歳の時の車です。いやいいですね。自分の生まれ年の車欲しいなとかって一瞬思ったことあるけど、あ確かに冷静に考えると無理だなっていう。90年でこれでしょ。でもやっぱそう考えるとそれがこう走ってるのって本当すごいことですよね。あ、もう30年、ね、30年以上経過しててファンがこれだけいてね、うん、いやコーナーでもずっと一定のこの切れ角じゃ進んでいけない。あ、ちゃんとこうなんていうの、修正しないと。いや本当カートなんですよ。いやこれちょっとコンビニとか乗ってたらかっこいいなと思ったけど普段の。いや無理これじゃん。いやきついです。クラッチ重すぎて本当に。ここ一番だけだね、うん、いやでもこれ走ったら気持ちいいだろうな、初行とかさ。そうですね。ちょっとだからもうちょっとこう路面がフラットなところとかはもっと楽しいと思います。そうね、うん、でストップアンドゴーがないところ、はい、あとはもうちょっと僕らはできないですけど、うん、この足回りのまあ車庫長もあのジーンの別端式なんで、いろいろ多分減衰の伸び縮みで調整できるので、そういうところでまあセッティング出すっていうのもこの車の楽しみ方の一つかなと思いますね。まあキャンバー確認してもそうですし、で本当にもし壊れてももうしょうがねえなって思える、うん、そうですね、うん、余裕がないとちょっとこの車とは付き合っていけないかなって、うん。あとこの方あれなんだよね、もうステアリングが固定なんだよね、はい、S2000 じゃん確か。いやでもチルトとテレスコついてるだけで全然ステアリングフィールがやっぱり違うっていう余計なもの挟まっちゃうから、はい、すごいダイレクトだもんね。そうですね、もう本当にダイレクト、うん、パワステついててよかったっていう感じですよね。あ、パワステついてるのも964からだもんね、はい、930ついてないんだもんね。ついてないです。いいのか悪いのか。ABS とかもそうなんですかね。あ、そう、ね、ABS も964から付いてるっていう、うん、これはすげえなー。もう今の車にはないね、味を感じた。いや、そうですね。あとこのこれちょっと動画じゃ伝わらないですけど、匂いですよね。そうね、旧車の匂いとこのなんだろう、オイルとかそういうのの、まあ、古
古い車でよく嗅ぐ匂い。でもさ、旧車でもさ、あぶね旧車でもさ、なんかさ、メルセデス BM のなんか古いちょっとカビ臭い匂いと、うん、ポルシェってちょっと違うよね、うん、ちょっと違いますね、まあ、BM メルセデスも違うんだろうけど、うん、今でもね、瞬間的に思い出せるよ、あの2002の内装の匂いあー、この匂い、この匂いって古い BM の匂いも独特の匂いするじゃん。そうですね。よいしょ。いやー楽しかったこれ楽しいよ。え、これ当然強化クラッチになってるかシングルマスになってるってことでしょ。のはずです。はい。ただその辺がやっぱもともとデュアルかどうかも分かんないけど、うん、そこら辺がだからこう分解できないっていうか、分解してないんで、ね、はい、何のクラッチかとかは。ただまあこれはノーマルのクラッチではないです、ね、ではない、はい、すげえな。でも今本当に5分10分ぐらい乗らせてもらって思ったけど、車ってこれでもいい気が、これでもいいって、これでいい気がする、うん、ちょっとこう乗って、ああ疲れた。確かにこれ遠出は絶対無理ですからね。なんか最近の車ってさ、楽ちんすぎるじゃん、もう。そうですね。そう、何も感じないみたいな、快適すぎて。そうです。まあそれがやっぱ今の車のいいとこであり、まあ足りないっていうあれはちょっと違うかもしれないですけど、人によってはやっぱりこういう刺激がもうないよねっていうところですよ ね、まあ、クラッチの重さはどうかと思うけどなんかこのダイレクトの操作感ってやっぱりめちゃくちゃ楽しいなと思って。はいはいはい、そうですね。よく言っちゃうんだけど、バイクみたいななんかさ、こう、うん、感じ、うん、自分で本当に操作して、はい、目的地着いた時にハーってこうなんかホッとする感じ。ああそうですね、うん、はー着いた、うん、これないもんねこの感覚。そうなんですよ。カメラマンともちょっと話したんですけど、この見た目でこういう感じだったらこのミッション、うん、ショートシフトもいいですけど、せっかくだったらシーケンシャルとか入れてみたいな。ああガチャっつって。そう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 いいね。明日ちょっと左足が筋肉痛になりそうだけど。なると思いますあと後ろからのこのエンジン音がいいのよ。そうですね。ちょっとこの分かりますでしょうか、この後ろからガチャ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 、メカをめちゃめちゃ感じるよね。いやメカメカしいですよね、うん、本当に機械、本当にいろんな部分のこの、まあ、雑音とも言えるあれがすごいですよね。ちょうど高野店長がこんなのを10年前ぐらいかな持ってたということで、その頃はねまだ空冷バブル前だったからね、みんなにね結構ねバカにはされてないけど、すげえの買ったねかっこ笑いみたいなそういう扱いだったのが、今やもう超高級なおもちゃですよ。そう、世界中で評価されてますからね、この辺もやっぱり。 いい車ですよ。気合が違うよね車のね。こんな作りの車乗っちゃうとやっぱりこう人間が気合入りますね。そうね。で、土屋さんの足元にはダクトまでそう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 もうそのままダクトも、はい、足元もこれ鉄板だからね。レーシングカーですかっていう、もうこの足元から伝わってくるもんね、フロアの振動が、はい、そうですね。そうなんです。ちょっとくすぐったい感じが。もう当然エアバッグなんかもないし、はい、うん、だからこれあれですよね、あと4点式とかもあってもいいですよね。ああそうねそうね、まあ見た目的にもそうですし、サーキット走る方はそうですね、後ろから引けるもんね。うん、そうです。あれ4点ってあれじゃない、車検通んないんだよね。だからこの3点残しとかないとダメなんだよ、ね、残しとく必要あると思いますね。まあ、あくまでサーキット走行走行前提にって感じですね。そうね、軽量フライオイル入ってるからちょっと大胆に回転上げないと。そうなんです。うわめっちゃいい音してる。そうなんですよね。うわ本当に吠えてるね。そうそうです、うん、はい、なんか水冷もさ回すとさ吠えるとかって表現すること結構あるけど、うん、違うねもう、はい、
カノイズなんだな、やっぱり、うん、メカノイズですよね。でやっぱり空冷と空冷で水冷と違ってさ、ウォータージャケットないからさ、もろそのエンジンのそのエンジン自体が音がしてるよね、排気音と別のさそうですね、もうなんかシリンダーやら何やらがこう、うん、はい、作動してる感じが聞こえますよね。今の車でこんな音だったらイオンが出てると思っちゃうんですか、ね、クレーマー使いだ、クレーマー使いでもこれはもうでも味わえないですか、やっぱこの年代じゃないと。そうね、この本当に乾いた音っていうかさ、うん、何を隠そう、あの私バイク好きなんで最近バイク買っちゃったんですけど、はい、それもすごい音がいいって言われてるバイク、うん、ただやっぱりねそれも、まあ、当然バイクも昔空冷がほとんどなわけじゃん、ちょっと音違うんだよねやっぱり。で本物聞いちゃうとやっぱり空冷ってむちゃくちゃいい音してるなて。そうですよね、それはこのなんかそのもの最高遅いっす、遅いね、うん、わーってなんない。ただやっぱりさっき土屋さんみたいにこのステアリングを抑え込むっていうこのなんか操ってる感はたまんないですね。ちゃんとなりのこのリアクションがあるというかインフォメーションがあるんだよね。そうですね、そうだってぶっちゃけ今の車普通にセグメント結構、まあ、言ったらゴルフとか、はい、そのぐらいのこうエントリーなセグメントの車でも、うん、あのドイツ行って全開させてもらいましたけど、はい、全然寝てけんのよ200キロで、はいはいはい、考えられないでしょ。確かにそうですよね。そうレンタカーで借りたのが Q3 だったんだけどディーゼルの、はい、それ全然200キロオーバーでもう助手席で寝てけんのよいやこの車無理じゃん、無理です1キロもそんな状態で走れないですか。なんか本当に乗り物っていう。そうですね、RS うるさいっすねとか言ってる日じゃないねちょっと大声で話しないともう助手席と会話できないもん。いやこれでいいのやろ、車は。あとは結構古めの車を紹介すると、はい、コメント欄でもあのいろいろご意見いただくんですけれども、はい、そこに関してはご了承いただきたいそうですね、僕らよりこう大先輩にはもうかなわないですもん、だって分かる範囲でやっぱ事前に調べはしますけども、うん、車も人間もこう大先輩にはやっぱりかなわない。まあもう本当こういうお車ご購入検討される方はもう原車確認は必ずお願いはしてますので、うん、まあ、本当はね、まあ、全部1から10まで把握して、はい、っていうのが、まあ、理想ではあるんでしょうけど、そうですね、なかなか、まあ、うちのお客様でじゃあこれ例えば新車から乗ってて、うん、全部うちで整備させてもらってっていう答えもないですし、うん、まあ、世の中のほとんどのもう旧車って言われる部類の車がもうそうなってるでしょうから、そうですね、まあ、それこそ本当ゼロキロメートルみたいなレストアサービスが日本でもあれば、うん、まあ、新車の状態で全部っていうのはできるんでしょうけど、うん、ただでもこれはね付き合っていけるよ。いやいいですよね、うん、いや本当に。でもちろんその最低限の部分に関しては、まあ、ボンドの基準をクリアして、うん、はい、うん、るわけですから。そうですね、うちも基本的にはまあもう本当空冷ポルシェを長年やってて、そういった空冷ポルシェでレースも出たりとかいろいろ知識とかやっぱ技術があるところで今回整備は1回出してるので、そういった部分はご安心いただけるかなと思いますね。本当に旧車は分からないからね、ピンキリだからね。いやいいよ、いや車ってこれだよ。そうですね、でもなんかすごい疲れるいやいいことよ率直に、うん、やっぱステアリングもこんだけインフォメーション来るとやっぱ腕とかも疲れますよね。本当に私で持ってかれるもんね、持ってかれますね、ステアリング。急な段差とかだとブルンっつって、うん、
なんかこれシフトチェンジするとき一瞬片手になるじゃないですか、油断できないですよね絶対でもこれがいいんだな。でもいいよね。いやなんかもう本当に楽しめるというか、もうほんとジム行く感覚でちょっと C1 回ってくるわみたいな。もうあー疲れたっつって遊び車探してる人、まあもう本当にぜひサーキットでって感じですけども、探してる人はぜひちょっと見に来てほしいなと思いますね。そうね、これは楽しい、うん、ないもんね最近こういう車さ。いやないですよね。ないし、まあ、もちろん遡ればあるんだろうけど、みんな高い、まあ、これもそうだけど、うん、そういうなんか楽しさが残ってる車って今もう軒並み高騰しちゃってて。そうですね、ちょっと帰りルート違っても大丈夫ですか。いいよいいよ、 あっち坂がやばいんで。いいよ、あそっかそっか、あと鋭角なところが、この車はちょっと普通にはなかなか走れないんで。さあ池田選手、超強化クラッチ坂道発進がやってまいりました。いや後ろもいますからね本当に、うん、この皆さんはこういうちょっと様子がちょっと変わった車の時は車間距離を空けましょうということそれが優しさです、はい、旧車乗りに対するピタピタに詰めたりしちゃダメです。強化クラッチっていうのもこのフライホイールがやっぱ慣れないですよね。やっぱこう癖があるというか、トルク細くなっちゃうからね。うん、レスポンスがいいのはすごいいいことなんですけど、やっぱこう低速のところって結構きついですよね。まあ、元々なんかトルクも30キロぐらいしかないから、うん、それが軽量フライホイールで回転が落ちやすくなっちゃってると。そうなんですよね、余計こう気使うというか、うん、そこはもう乗りこなしましょう。いいね、何回転、3000回転ぐらいからもう気持ちいい。はい、ふーんっつって、ね、3000回転ぐらいまで回転があれば、うん、全然クラッチもつなぎやすいんですよ、うんうんうん、ただ2000とかってちょっとこう、まあ、これガスの燃焼もまだ分かんないんでちょっとボボボボってなるじゃないですか燃焼って吹けない感じがたまにあるんですよね燃焼ってもう最近気にしたことないもん大体だって中で暖気してて、池田くんが運転席じゃなくてトランクでスロットル開けてるのを見てあそうだっつってワイヤースロットルですからね、この車ワイヤーだって、うん、またそれがなんかかっこいいんさ、トランク開けて。いいですよね。でも僕も今でこそ電子スロットルになっちゃいましたけど、やっぱ前の車ワイヤースロットルだったで、なんかこの要はこれちょっとまあまたちょっとあれですけど、ワイヤーをこう引っ張ってるこの足の裏の感覚とかすごい好きでしたね、うんうん、それがどん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 もうなくなっちゃうので。そうね、慣れちゃうとさ、電子の慣れちゃうとまあそういうもんだなってわかるけど。そうなんですよね。ちなみにこっちのルートでしかちょっと帰れないんですけど、はい、この車こっちのルートの路面、うん、えげつないですここはセッティング出しましょう。いやそうですね、だから本当、はい、購入いただいた方ちょっとサーキット走ってみてほしいなと思いますね。いやこんなセットしたらこんなタイム縮まったよとか、なんかそういう会話聞きたいなとか。確かになんか車がね答えてくれそう、本当に。そうそうそうです、なんかそういうのが面白そうですよね、うん、余計なものないから。はい、僕でも演奏しないんで、はいはい、ただ乗りこなすっていうとまた別の問題だから難しいかもしれないけど、結構ただもう本当に気合と覚悟はいるかなと思います、ね、
でもなんかこの気合いみたいのってなんかこういう車に座ると勝手に入りません？うん、分かるよ分かる。ちょっとやる気になっちゃうというか。むしろね、もう まんまというか、もうなんかこう悪い意味での期待を裏切らないよね。そうですね、うん、もう想像通りというか、うん、まあ、だよねっていう感じですよね、うん。確かにバイクっぽいですよね。このちょっと回したとことか、旧車のバイクなんだから。そうですよね。バイクもあの旧車だとさ、もうタイヤは細いしさ、いやですよ、ね、ブレーキ効かないしさ、うん、クラッチは癖あるしさ。そうですね、視線がすごいですね。見るよねそれ。いや見ますよね。マジか。もうあの見た目からしてやばいですもんね、このワイドボディって。あ、そう、でもワイドボディで思いました、この手のポルシェでワイドって言ったら、うん、あのラフェルトがやっぱメジャーじゃないですか、うん、結構今は。でもラフェルトって、うん、リベットでこう止められてたりとかするじゃないですか、うん、それ嫌いな人はこのサンバーストいいかもしれないですね。あー、なるほどね、はい、うん、たまにいらっしゃいますもんね、リベットのあの後付け感がとかっていう方もいらっしゃるので。確かに不良っぽさは不良っぽさ、まあ、両方不良かな。いやでももうやっぱこの時代の空冷はこれだけワイドですってやっぱ今見慣れたんで、素直にかっこいいだと思いますよね。かっこいいね。これちょっと流してえな。ぶっちゃけぶっちゃけのあれですけど、こう走ってる方がすごい楽で、うん、あの東京店の車内移動してる方がめちゃくちゃ苦ですね。ですね、もうカメラ GoPro なんでこのブレー少なくなってますけど、とんでもなく乗り心地悪い。そうですね。でもここ最近で一番悪いんじゃないですか。ここ最近っていうかもう多分過去一悪い。過去一乗り心地悪い。あのいろんな車庫端の車とか乗ってきたけど過去一悪い。さ、この辺ね、ちょっと減衰調整したりとか。そうね、うん、まあお好みで。で車ボディはしっかりしてんのよ、ローゲージのせいか。そうですね、うん、だから余計感じますよね、その羽とかも。そうね、そうね。でもこれだけ確か車体も110、1100ぐらいしかないんじゃないですか。確か。なんかちょうどこのサンバーストさんがなんかブログかなんかで900キロ台の964を作りましたとか。へえ。軽量化していくとそこまでいけちゃうっていう。ああ。じゃあやっぱ多分1100とかちょっと1100ちょっとぐらいですよね多分。いやー。酸素結構あれですね。そう、多分だからもう軽さもあってこうピョコ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 跳ねる感じありますよね。いや最高や。まあなかなかこうたまにしかあれですけど。そうね、うん、こういうちょっと少しクラシックなモデルもちょっと今後は東京店では着目してちょっと僕らも勉強したいと思うので。勉強になる、本当に勉強になる、うん、逆に今の車の良さがこうだよっていうのが分かりますよ ね。確かにそれはすごいあると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけども、はい、ですね、刺激が強すぎました。はい。あの正直価格はもちろんそのこなれてませんけれども、はい、まあ、おもちゃというか、うん、そういう感覚で乗っていただくっていうのはすごくいいんじゃないかなと、うん。ただ最初にも言いましたけども、まあ、年式も年式ですし、改造もしてありますから、まあ、ご了承いただいて、はい、であとはもし何かあったとしてもこう付き合っていける車だと思うんですよね、空冷ってやっぱり、はい、世界中にファンもいますし、まあ、いろんなこうなんですかトラブルをこう回避するのをやってる人もいますし、うん、パーツも出てるじゃないですか、はいはい、なんで本当に気持ち次第でこう付き合っていける車なんで。そうですね、まあ、こういった車を東京店でも。まあ、稀に
ないですけど、たまにはこういうのも、ね、時々ご紹介させていただけたらいいんじゃないかと思います、はい、というわけで今回はポルシェ911カレラ2をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。